今日はすでに過去2回収穫してますので3回目の収穫を目指していますが、さすがに2回取ってしまったので3回目はなかなか見つかりません。ミョウガというのはこのミョウガの葉の茎のそばに大体できます。一つ発見しました。これがそうです。茎のそばにあるのがミョウガですね。取ってみましょう。はい、こんな感じで取れました。こういう時に大体1個あるとすぐそばにあります。こういうのもありますね。見えましたか？こういうのありますよ。これです。これがそうですね。はい、と、また近くを合わせてみましょう。できました。こんなところにありました。2個ありました。2個、はい、大きなの2個ね。1個2個とね、はい、ここに2個。さらにもう一つ奥にありましたね。はい、ここのところに1個あります。3個。はい、これらが取れます。まだあるかな。ありました。はい、こんな手前にありました。自分のすぐ手前。まだあるかな。こういう手前に隠れてる場合もあるんですね。はい、とこの手前の土の柔らかいところに隠れて出てます。今のとこはないですね。ありました。分かりますか？こんなところにありましたね。はい、土の中にももっと頭しか出てない。いや、はい、大きい。木のそばにありますので、木のそばを探します。遠くに入ってみましょう。
こら辺のところにありました。こんなところにあるんですよ。わかりましたか。ここに3つあります。2、3。ここにもありますね。わかりますか。ここですよ。見えますか。ここにあります。花が咲いちゃってます。ここにもあります。はい、ちょっとの間結構取れましたね。まだあるかな。あるかな、あるかな。根元を探せ、根元を探せ。茎の根元に、茎の根元を探しましょう。茎の根元を探しましょう。まあ、ありましたね。はい、わかりますか。ここですよ。まあ、まだありましたね。ありました。ここにありました。ありますか。はい、ここと、ここにありました。お、まだありましたね。隠れてるんですね。こういうとこに隠れてるんですね。まあ、だんだん収穫量が多くなってきました。まだありましたね。ありました、ありました。先ほど見た時は分かんなかったんですが、大きなのが花が咲いちゃってありました。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いいか。まだありますね。どっかに見かけましたよ。ありました。こっちをちょうど向いてるので見つかんない。ここにあります。正面をまだ先にありました。どうやって探してきますね。探しましょう。ないかな、ないかな、ないかな、ないかな。もうないかな。もう一度よく木の根元に頭が出てないか確認をします。ちょっとしか玉が出てないので見逃してしまうことも結構多いのです。まあ、これもちっちゃいですけど取っちゃいましょう。ないないかな。他には木の根元にありました。ほら、こんなところにあるんですね。見えますか。ほら、ありましたね。ちょっと見えないんですけど、あるんですよね。あとはないかな。ないかな、ないかな。木の根元に、どっか。
かに頭は出てないか。この根元に頭は出てないか。この辺は見通しがいいからないでしょうね。見通しがいいところだいたい取っちゃってるのね。ないかな。まあちっちゃいけど取っちゃいましょう。一個ありましたね。よいしょ。まあちっちゃすぎますけど。ミョウガの割ってるところがあるのでちょっとここを見てみましょう。もうミョウガ畑ですね、こういう日当たりの良すぎるところは意外とないんですよね。人も入っているとなかなか見るともなりきられらしくて、雑草の中にあ、でもありましたね。ここにありましたね、太っちょいな。よいしょ、よいしょ感じがないかな。セミの抜け殻もセミの抜け殻もありますね。ありました。あ、セミがいました。今出てきたばっかのセミですね、きっとね。はい、ここにあります。わかりますか。ここですよ。これがそうです。これが立派なミョウガ。はい、ミョウガですね。これも大きなミョウガです。この上はセミがいっぱいいて ありましたね。ほら、こんなとこに隠れてますね。ほら、ありますよ。ほら、よし、もう一つありますね。よいしょ。ちょっと今こんな話まだありましたね。木の方に隠れた木の方が、あ、これは太いですね。太い。ミョウガ畑を歩いてみた。小政の声がする。これはちっちゃいからないですね。もうちょっと大きいミョウガのとこに行かないとありませんね。ちょっとこれはまだ今年は無理かな。ありましたね。ありました。わかりましたか。ここにあるんですよ。あ、ここにまたあったあった、隠れてましたね。この隠れてるのを見つけないとミョウガはダメなんですね。隠れてないかな。隠れてない。こういう見晴らしのいいとこはないんですね。やっぱりね、ミョウガもね、捕らえたくないもんですから、見晴らしの悪いとこだけいるんですね。
ショウガがなってるんですよ。たまにね、ありましたね。やりました。ミョウガ、はい、やりました。ここにもたまにはこんなにミョウガいっぱい畑で取れました。はい、ミョウガ最終編終了いたします。ちょうど時間となりました。また日を改めて収穫します。よいよいと。結構多いでしょ。うん、収穫になったんですよ今。綺麗に洗った後です。ね、はい、みやこちゃん、さよなら。